撮影した映像の全てが必要というわけではありません。撮影データの中から不要な場面をカットしましょう。そうすればファイルの容量が小さくなって保存の時に無駄なスペースを取りません。また後で見る時に見やすくなります。今回は Windows Live Movie Maker という簡単なソフトを使います。 Movie Maker は Windows ユーザーが無料で使用できる編集ソフトです。操作は至って簡単です。まずビデオカメラに入っている SD カードを取り出しパソコンにセットします。そして映像データを SD カードからパソコンにコピーします。次にデータをムービーメーカーにドラッグ&ドロップで読み込ませます。現在再生している位置を示すバーのことをシークバーと言います。このシークバーを必要な部分の手前まで移動させ、分割で不必要な部分をカットします。いらない部分は右クリックから削除を選択して消去していきましょう。これを繰り返し必要な部分だけを抽出します。最後にメニューバーからムービーファイルの保存を選択し、ファイル名をつけて完了です。編集をすることで撮影した映像をより便利に使うことができます。